YouTuber ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日はですね、ジャパンキャンピングカーショーの新型レビューということで、1週間が経ちました。ジャパンキャンピングカーショーからですね、1週間が経って、まずは関係者の皆さん、本当にお疲れ様でございました。やっぱりね、例年に比べると参加というか、ご来場者数はちょっと少なめだったかな。おそらくこの後正式なね、来場者数は出てくると思うんですけど、だいたい毎年ジャパンキャンピングカーショーってその3日間とかで7万人ぐらい人が来るんですけどね、まあちょっと減ってるのかなといったところでございますが、やっぱりキャンピングカー好きにはたまらないイベントということで、その理由が新型車の発表でございます。今年はその4月になった関係で、先に行われた名古屋キャンピングカーショーとかですね、3月にありましたけれども、そこでもね、ちょっと新型車両もちろん出てたりはしたんですけど、やっぱりプレス発表とかそういったところはやっぱりジャパンキャンピングカーショーでドンと出てくるということで、ちょっとねそんな話をしていきたいなと思います。もうね、いくつか動画も上げてるし、ジャパンの前にも今年はこんなキャンピングカーが出ますよっていう話をしたところはあるんですけどね、ちょっと改めて実際に見てきた感想を、いち早くお届けできたらなと思っています。でまずはね、やっぱり僕が一番今仲がいいというか仲良しにねさせてもらっているナッツ RV さんから、お話ししていきたいと思います。昨年末ですね、ナッツさん の年末の決算セールというセールの時にコラボをさせていただいて、でその時にナッツさんから、来年エボシステムのさらに上位版ハイパーエボシステムというものが出ますというお話がございました。この、エボシステムというのはね、ご存知の方多いと思いますけれども、ナッツさんのキャブコンのクレア、あとは、セミフルコンですねのボーダーという、この上位2種において採用されている急速の充電システムでございます。もともとそのエボシステムっていうのは、車の充電をするときにその電圧を昇圧、力を上げて、バッテリーの中にねグッと流し込んでいくということで、かなりそのスピードが速かったんですけれども、ついにそれがリチウムでも可能になったというお話でございます。僕もね、まだちょっとそのバッテリー関係のこととか電気関係のことは勉強中で、皆さんの方がお詳しい方もたくさんいると思うんですけど、本当にそのシステムがあるからって、簡単に今の、鉛バッテリー、サブバッテリーをリチウムにね、簡単にポンって乗せ替えることがね、できないんですよ。まずね、そのエボシステムで使われているリチウムの、バッテリーですね、にも種類があって、そう、リチウムバッテリーにもいくつか種類があるんですけど、その中でもナッツさんが使われているのが、リン酸のリチウムバッテリーというものを使われていらっしゃいます。でね、これって実は、このスマートフォン、これね、僕のスマホですけど、リチウム、スマホに使われているバッテリーよりも安全なものが使われているということで、車でね乗せていたりとか、充電したりとか、しても安全ですよということでございます。でこのリチウム のメリットとしては、パワーが続くってさっきお話ししたんですけど、鉛バッテリーって、元々の鉛バッテリーって性質上、バッテリーの残量は残ってるんだけど、パワーがどんどんクーッと落ちてっちゃって、実際その 100% の力を充電がゼロになるまで使い切れないんですよ。なのでバッテリーが 60% とか、40% ぐらい残ってるんだけど、こう一気にパワーがストンと落ちちゃって、あ、なんか電気つかないぞみたいなことがあったんですけど、リチウムの場合はそれがね、本当にもうゼロに近くなるまでぐーっと 100% の力を安定して、100% 近い、力を安定して出してくれるというメリットが一つあります。でもう一つはやっぱり軽さっていったところで、その半分ぐらいの重さなんですよ。はい。でこのもともとその家庭用エアコンをキャンピングカーで使いたいというお話の時は、だいたいね、リチウムバッ、あ、ごめんなさい、
鉛バッテリーが3本ぐらいがまあミニマムのスタート。2本だとやっぱ家庭用エアコンはかなりきついですよね。3本以上というのが、まあ、キャンピングカーの中でスタンダードになってたんですけど、1個の鉛バッテリーってあれ20キロ以上あると思うんですよね。20から25キロぐらいあると思うんですよ。なので25キロと仮定すると3本で75キロですからね。僕と同じぐらいの体重がまたそこにかかってきてたわけですけど、リチウムだとその半分で済むというお話なんですね。で、このナッツさんのハイパーエボシステムの場合はなんとね、リチウムが4本、衝撃の4本ですよ。もともとリチウムパワー自体も本当にバッテリーの倍ぐらいも あるなんていう話もありますから、それが4本ですよ。なので家庭用エアコンとかももう快適に使えるし、何よりこのエボシステム、ハイパーエボシステムですから充電力がすごいということで、なんとね、4本のリチウムバッテリーを満充電するのにね、走行充電ね4時間ですってすごいですよ。本当東京から車だったら愛知県ぐらいですよねに、あ、ちょっとじゃあキャンピングカーで遊び行こうかなと思った時に、行ってる間にも満充電ですから、うん、すごいですよ。それだけのパワーがあるというシステムでございました。はい、では続いていきましょう。もう一つね、続いて気になったキャンピングカーが K-WORKS さんのオーロラエクスクルーシブ、通称ね EX って最近呼ばれてるキャンピングカーで、 K-WORKS さんの中で最新のキャンピングカーで、僕のね動画の中でも何度もご紹介してるんですけど、なんとこのエクスクルーシブのポップアップが、水平に上がるようになりました。従来のポップアップっていうのは、まあ屋根がね、ハイエースの屋根がこういう風にあってふっと開くような形で、こう三角形みたいなテントになってて、下が車になってるというものだったんですけれども、今回水平になったということで実際に、乗車させていただきました。運転とかはねしてないんですけど、実際に中に入らせていただいて立ち上がったりしてみました。やっぱりね、水平いいっすわ。本当どこに行っても同じだけの高さがありますから、着替えるのとかもすごく楽ですし、例えば従来のポップアップでこういう風になってると、僕の身長だとこっちの狭い方にもし座ってたら、立ち上がって着替えようと思った時は広い方にこうわざわざ移動しなきゃいけなかったんですよね。なんですけど水平の場合はもちろんそんな、その必要もないですし、12分にね高さ2メーター以上あるのかなだと思うんですけど、僕身長178センチぐらいあるんですけども、全然余裕の高さがありました。もちろんね、このエクスクルーシブ EX もリチウム搭載ということで、エアコンがですね、標準装備、ナローのキャンピングカーでおそらく史上初の標準装備のお車でございます。はい、では続いていきましょう。ファーストカスタムさんのお車、この間ね動画出させていただきましたが、ジャパンキャンピングカーショーの前から情報はねチラッチラッと来てたので、注目されていた方も多いと思うんですけれども、いよいよジャパンキャンピングカーショーで料金とかも発表になったということでございます。名前がアストラーレという、まあ、お車なんですけど、もともとねファーストカスタムさんって、僕がねキャンピングカーを、知る前からすごい有名な方で、キャンピングカーのね名車を設計書を世に送り出してきた人なんですって。で、一回まあご引退されてですけど、まあ、今回復活ということで大注目だったわけですが、外観がねすごく面白くて、キャラバンベースのキャブコンなんですけど、キャブコンなんですけど、こうヨーロッパのバンコンに近い形っていうんですかね。日本のキャブコンって、まあ、運転席があって、こうおでこがねこういう風にこうあって、運転席がこういう風にあるっていう、こういうちょっとおでこっぽい形になってるんですけど、このねアストラーレは運転席があったらそのまま流れるようにね流線形のように、後ろのねキャブの部分、後ろの室内の部分までつながっていく、レイアウトでございました。で、室内は基本的には2人の2人旅ぐらいかなが一番いいレイアウトかなと思うわけなんですが、まあ、お孫さん来た時とかちょっとねしたゲストが来た時にも対応できるような作りにはなっています。
で、このねアストラーレもフル装備なんですよ。で、そのお値段が気になるところだと思うんですけど、お値段ですね、税込みで1000万円を切ってくると、言ったところで、そこもまた一つ注目だったかなと思います。やっぱりフル装備のキャンピングカーになるとどうしても1000万超えてくるかなって言ったところ、まあ、1000万から高いお車だとやっぱ1200万円ぐらいね、ちょっとしちゃうんですけど、それがね1000万円を切ってくるというお車でございました。はい、でもちろんこれもリチウムが入ってましたね。でエアコンもついてました。はい、かな。であとはね、この車で面白かったのはレスオプションということで、フル装備のキャンピングカーなんですけど、実際ここまでのフルフルの装備はいらないわという方も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですね。はい、でそういった方に対応できるように、これいらないよっていうところでね、三角のね黒のマークでね、マイナスいくらみたいな形で、レスのオプションを減らすことができるというシステムもユーザー目線に立った1台だったかなというふうに思っております。はい、ではですね、続いて最後いきましょう。ダイレクトカーさんのお車ちょっとねご紹介していきたいなと思います。トリップの3が登場と、はい、いうことですごい勢いですよ。1が出て、その次の年2がこの間出たなと思ったら、急にもういきなり3ですからね。3に関しては、1とレイアウトは一緒だったかな。室内のカラーリングとかがまた全然違くて、初代トリップの方は、白とちょっとこう明るめのブルー、水色っぽいのがカラーリングで、こうなんて言うんでしょう、海っぽい、マリンっぽいというか爽やかな感じだったんですけど、今回のはもうちょっとこう落ち着いた色というか、形だったですね。なので、選択の幅が広がったという意味で、さらにね、ここも嬉しいポイントかなと思いました。そしてもう一つ、伊勢志摩というキャブコン、こちらもカムロードベースのキャブコンも出てましたね。まあダイレクトカーズさん、三重県の会社さんで、その県からね、有利おもてなし企業みたいな感じだったかな。とにかく表彰されている地元でも大活躍の企業さんなんですけれども、その伊勢志摩のとコラボをしたキャンピングカーが出てました。でね、これもすごく面白くて、例えば室内カムロードベースのキャブコンで中入ったシートのところの縫製とかが伊勢志摩の特製ってなんか魔法製がされてるんですよね。でちゃんとタグのところにも伊勢志摩っていう風に書いてあったりもするし、そう、あとね、そう、そういったところのコラボ企画っていうのがすごく面白かったですね。で中はね、なんて言ったっけ、映画が見れるようなプロジェクターとかもね、オプションで付けられるということで、バンクベッドが跳ね上げ式なんですよ。でそうするとこういうね、壁みたいのが出てくるので、ダイニングテーブルっていうか、そのダイネットのテーブルにプロジェクターを置いて映すと、はい、いうこともできるというお車でしたね。すごい面白いなと思いました。はい、ということで本日はですね、ジャパンキャンピングカーショーで発売された中でちょっとね気になるお車もご紹介していきました。この後ですね、また詳細動画は一つずつね、ご紹介していきますけれども、ちょっとね一刻も早い方がいいかなと思いまして、本日の動画作らせていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。